やっぱり2019年すごく悔しい思いしてるんで、チームとして本当に優勝できるように全力で取り組みたいなと思います。まあ、素直に嬉しかったですし、まあ、楽しみっていうのも強かったですけど、ああこっからだっていう気持ちの方が、まあ、今思えば大きかったかなとは思います。まあ、本当にサイドバックとしてプレーだったり、まあ、今はウィングバックとしてプレーすることが多いですけど、そういう一対一の部分で自分がどう優位に立って、それがチームにどう還元されていくかっていうのをいろいろ考えながら海外移籍も考えたんで、なんかそういった部分はやっぱり2019年の時と違いを見せないといけないなっていう気持ちではいます。まあ、本当ワールドカップに向けて今から本当完成に向けていかないとダメだと思うんで、本当に細部のことをこだわりながら、なんかそういうワンプレーワンプレーにこだわって勝てるっていうチームでワールドカップに臨みたいなと思います。